皆さんこんにちは、ASJ チャンネル今より始めたいと思います。私は今日の司会を務めます ASJ の幹事の森田と申します。どうぞよろしくお願いします。今日はですね、前にも一回やったことがあるんですが、パーキンソン病ということを取り上げていきたいと思います。今日のお題はですね、若年性パーキンソン病患者さんが抱える社会的課題とその解決策を探るというようなことでお話を進めていこうかなと思っています。それで今日はですね、NPO 関係の方も来られてますけども、患者さんはですね、比較的若くで、50歳代で発症された方お二人と、60前で発症された方がちょっと今遅れてまして、患者さんは3人参加されます。今のですね、生活の現況とか治療の現状とか聞いていきたいと思います。そして今日 のメンバーを紹介します。今日のですね、特別ゲストなんですが、ゆうさん、どうぞ自己紹介簡単でいいですから。はい、ゆうですぐらいで。はい、ゆうです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それから同じく患者さんで中井さんですね。中井さんは前にも出てこられてます。はい、またよろしくお願いいたします。それからゆうさんを支援しているですね、特にゆうさんは最近NPO 活動みたいに始められたりで、そこら辺のことでいろいろアドバイスしたり支援している中間支援 NPO ということで、神戸に社楽という NPO があるんですが、その社楽のですね、はい、どうぞ、小島です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それから最後にですね、当 ASJ のですね、代表理事の西川先生、はい、よろしく、いつもよろしくお願いします。そしたら今日はどういうふうな進め方をしていきましょうかね。とりあえず患者さんのですね、今の発病の頃からですね、治療のヒストリーとかですね、今の生活状況とかですね、そういったことからお話しいただきましょうか。うんうん、今日はやっぱりゲストで来ていただいているゆうさんに、どういうふうに発病して、どういうふうに治療に入っていって、どんな困りごとがあったのかなみたいなことをちょっとお話しいただけますでしょうか。はい、ゆうです。私の場合は、まず48歳の時に発症しまして、現在56歳ということで、8年前ということになります。当初は確定するまでは、右肩が痛くて、五十肩かなというぐらいに軽く考えてまして、マッサージ行ったり、整形外科行ったり、その程度だったんですけども、指先の震えっていうのは、本人は気をつかなかったんですけども、他人の上司から指摘されまして、神経内科を受診すると、総合的に判断して、パーキンソンの疑いありということでした。ただしその後はずっと元気で、50歳の時に神戸マラソンも走ったり、元気だったんですけども、去年1年間で急激にちょっと悪化しまして、1ヶ月の入院を2回繰り返しました。そうなるとやはり会社としても、なかなか大事な仕事が任せきれないと、大事な時にいなくなるということもあって、2回目の入院後は現在約1年間、会社を休職中という状況でございます。で、症状的には右手が不自由なのと、細かい動きができしにくくなったのと、パソコン打つのも遅くなったり、あとやはり会社に行く時に通勤電車で、今まではどうてことなかったのが、こうふらついたりこけたりしだして、昨日もちょっと電車の中でこけちゃったんですけども、やはりその辺がだんだん顕著になってきたということで、徐々に進行する病気ですので、パッと見たら元気そうに見えるんだけど、調子のいい時と悪い時のオンオフが結構差があるなというのは自分でも自覚しております。簡単ですが以上です。うん、ありがとうございました。ちょっとだけ質問してよろしいですか。ゆうさんが今発病されて何年？8年ですか。はい、で、お薬のことなんか聞いてよろしいですか。はい、今何を飲まれてます？メネシトが中心で、あと、
もう一つ手首の柔らかく筋肉を柔らかくする薬を足していただいて、はい、できるだけその直接こう脳に影響のあるような薬は、うん、まあ、ちょっと副作用がこ怖いので避けてくれということを先生にリクエスト注文つけて、まあ、できるだけ薬 に頼らないで、まあ、リハビリ中をでできるだけ長く身体的な機能を維持するという方針で先生と相談しながらできるだけ薬を抑えるという方向で治療してもらってます。そうしたらほなまだ L ドーパとか飲んでないということですね、はいはい、筋肉をこう緩めるぐらい の、 そうです、ね、対症療法的なことでやっていこうとしばらく、うん、ということで先生とお話ししてます。あ、なるほど、はい、あ、まだほんなら飲まんでも L ドーパ飲まんでもなんとか、うん、なんとかやっていく足らず気味だけどなんとかそれで引っ張ろうという方針です。ああ、実際にはしかし、まあ、僕も完全な専門ではないけれども、まあ、中井さんの時にもお話したけどそのエルドーパを飲んだからその進行が早くなるっていうものではないと思うけどね、うん、本当のところやっぱりものすごく不便、基本的に問題は細胞が死んでエルドーパが効かなくなる方が問題わけなん で、うん、でエルドーパはその細胞がないとそれはドーパミンにならない。だからエルドーパ入れててどんどん悪くなる、医者の方はどうなんですかね、この頃実際そういう話になってるんですかね、エルドーパを飲まない方がいいんですかね、やっぱり今。いや、私の場合はで実は ニュープロパッチっていう貼り薬があるんですけども、うん、それが前の病院ではちょっと多すぎまして、うん、で逆に適今行ってる病院に行きますとそれを一気に5分の1に減らして、うん、もう一回再調整をし直した経緯があります、うん、でそちらの方は今申し上げたように薬に頼らずに、できるだけリハビリで身体的な機能を引っ張ろうということで、うん、まあ、自分自身も、まあ、体の方が、うん、動かすの好きなので、うん、まあ、それはいいですけどね、リハビリ行ったりして、うん、できるだけその脳に直接働いたり、うん、副作用があるような薬を避けてくれということで、うん、先生と話をしてやられてると。だからやっぱり、まあ、多分今はユウさんの方が まあ、あまり飲むとないんやと。そうですね。もともとエルドーパー自体はそれ自身で何て言うかな、運動症状を強くしたりする、やっぱりそれ副作用としてはもちろんあるんですけどね。だけどそれ以外で言うと僕のイメージで言うとやっぱりあんまり無理に避ける必要はないという感じはするけどね、うん、まあこれはもう個人的に、はい、いや中井さんもその先生がなるべく L ドーパーを飲まないような方向で頑張るような方針やったんちゃいました、ね、でもないよね。私がどちらかというと L ドーパーパーキン の、 もう遺伝子のいやいうことだと、ね、どちらかというと先生は、まあ、もうそろそろ飲んだらどうやって言われてるんですけども、うん、まあパーク2という私のタイプですと比較的ディスキネジアとかが出やすいということなんで、うん、まあ、できたらそういうのを避けたいなというので、うん、送らせて、まあ、私の主治医はどちらかというと、まあ、昔はその薬をできるだけ治療を薬を飲み始めるのを遅らせるということをやったようなんですけども、まあ、薬をの逆に早い時期から飲んでるほうが進行が遅れるんちゃうかというような意見の方ですね、うんうん、はい、いや、まあ、よく聞く話がなるべく量エルドーパーは飲まないもしくは量を増やさない方針で引っ張って引っ張ってする方針の先生が多いようには思いますけどね、うん、先生としてどうかは分からんけどね、うん、この間実際またその話が出た時にこういう両方 この飲んだ時 の生活の質と、うん、飲まない時の質を比べた時に、まあ、やっぱりそこは当然差があるんですけども到達点は大して変わらんと、うん、だから飲んで生活質を上げた方がいいんちゃうかというようなアドバイスでですね、うん、私、うん、これちょっと僕一番新しいそのいろんな治療のことを書いてある、まあ、これお医者さん向けの論文ですけども見てると今エルドーパに関してはそのゆっくりその飲んだ後ゆっくり
血液の中に入っていくようにして、急にバーンと上がらないようにするっていうようなお薬で、今までの問題をなんとか抑えられへんかっていう話を今やってますよね。行きます。一階におってください。はい、どこやったかな。ちょっと奈々さん来たんだけど、ちょっと向かいに行ってもらえません。あ、永井さん、はい。だから、あと、まあ、あまりその運動症状がないようなドーパミンのアゴニストを使うとかですね。ですから、あと、それから最近だと、このエルドーパインフュージョンセラピーで言っても、あの、糖尿、あの、どうかな、あの、インシュリン、あの、糖尿病の人と同じで、ここにパッチをつけて、必要な時だけちゃんともう時間通り出ていくっていう。そういうようなやつで、こう今まで食性だと思ってたのはもうわーっと急に上がったりする。まあ実際にはあの薬飲むとこうあの綺麗にいくんじゃなくてもうこうギザギザギザとなるんで、オンになったらオフになったりする。みんなもそれがもう嫌やったわけですね。それをなるべく治していこうというような方向で今お薬が開発されてますけどね。まあまあこれはあの今すぐ使ってるのかどうかちょっとよくわからないんですけどね、はい、まだなんかもう少しで日本でもできるそこそこかというようなあの色ですね、うん、あこれ自身はね、うん、インフュージョンの方ね、はい、まあ、永井さんの場合はねもう一つあのディープブレインシミュレーションっていうかあの深部刺激のやつあるんですけどね、まあまあそんな感じ、まあ、もうすぐ気張ります、ね、うんうん、はいはい、ちょっとあのな中井さんの方のお話をちょっと伺いたいと思うんですけども、今発病されて何年でしたっけ？5年半ぐらいですね、うん、初期の症状というかどんなんで気がついた？初期はあのなんか左足が歩くときにスムーズに出ないっていうか、うん、なんか引っかかりみたいなものを覚えて、うん、で最初はそれこそ股関節でもなんかちょっとあれなんかもしくはあの左右のなんかそういう骨盤あたりがずれてるんかなという、うん、思って、でやっぱりあの普通に整形外科通ったりあの、整体とか行ってたんですけども一向に良くならなくて、で、神経内科の方の受診を勧められて、まあ、いくつか行ったんですけどどこもまあ分からない状態が、1年ぐらい続いて1年半ぐらい続いて、で、まあ、その後ちょっと、まあ、あの大学病院の方へ行って、見てもらった時に、まあ、検査入院したんですけども、薬を抜いたら、やっぱりそうだという。ただまあ、 あの先生からもなんか非常に難しい例というかあの症状で判別が難しいという症状だったようです、うん、はい、お二人とも50ちょっと前であの発病したということ、うん、私は45歳の、ね、45歳、割と若いですね。そうですね。ただなんか厳密に言うとなんか40歳以下が若年性で、うん、そうですね、うん、ということらしいです、はい、え今日は実は若年性って書いてあるけどあのみんなあんまり若年ではないような気するんですけどもそんな若い人は今日来てませんのでね、うん、あのゆうさんのお付き合いされてる人であのすごい若い人っておられるんです。そうですね、女性で30後半の方、うん、女性と43の方、男性でそれぐらいの方はちょっと存じないですけど、まあ多分推測ですけども、あのヤール1とか2とかでそのまだ元気な状況の人であれば、まあ、会社にも言わずに、まあ、普通と同じように仕事で頑張ってはるのかなということで、うん、女性の方がまあこういうあの友の会とか集まりには参加しておられるのであの分かるんですけど、男性はなかなか仕事行っておられる方はこういう会なんかにはなかなか接点が少ないなという気がしてますですね。あの男性の方が多いんでしたっけ？多いですね、それは あんまり女性で見たことはない。11ぐらいと僕あのちゃんとした統計知らんですけどね、うん、それは多くなる理由はないですよ。ああ、うん、そうですね、うん、多くなる理由はないですね。実は今日来られてないんですけども、まあ、あの私とあの中井さんなんかその市役所関係であの知り合ったことなんですが、もう一人あの市役所関係であの北村さんいう人がおってね、その人若いんですわ、まだ30、30半ばぐらい、
でちょうど今日京大病院にあの検査入院してて、うん、今日ちょっと来れない、だから今これあの見てると思いますけどね、うん、あの自分のスマホで、だからあの、まあ、若い人は私らの付き合いの中ではあの1人だけなんですよ、うん、ただちょっと重いですね、うんうん、あの薬飲まないとあのやっぱし、うん、オフの時グタッとなってしまうような感じですね、うん、でまああの西川先生の紹介でいっぺん京大病院にあの入院してきちんと見てもらって、あの、まあ、京大病院ならではの、 あの、うん、診断してもらえということで今ちょっと入って、あの実は中井さんとあの、まあ、司会の私は実は同じ職場で席も非常にあの近くてですね、あの、まあ、なんとか仕事はできている状態なんですけども、あの中井さんのですね、中井さんの方から聞きましょうか。仕事をする時のですね、あの困りごとといったら大体どんなふうに困ってるかというのをちょっと教えていただけます。やっぱりその症状についてやっぱりなかなか全ての方が職場の方が理解してるわけじゃないので、うん、やっぱり動くときと動かないときがあって、動くときはシャカシャカ動いてるように多分見えるんでしょうけども、うん、やっぱりその動かないときっていうのはかなり職場でもこうちょっと立ったり座ったりするのをだんだん最近ひどかったりしますし、うん、そのそうですね、あの薬がよく効くタイプのあれなので比較的飲んでてあの有効時間内では動くんですけど、やっぱりそれを超えてくると急にぐーっとしんどくなってきたりとかするの でただまあそれをいちいちその大場でああ今しんどいとかどうとかっていうわけにはいかないんで、やはりその中で、一応まああの中間管理職の立場もあって部下とこう、うん、中で仕事やってますので、なかなかそういうのがまあ出せないというか、でし、まあ、一方で自分の中でもあの病気のことをあんまり考えないようにしてるんで、あの普段はそういうことを意識しないようにはしてるんですけども、うん、やはりあの日々続いてくるとやっぱり精神的にもちょっと肉体的にもしんどいなという感じをすることは結構ありますね、はい、あの夕方ぐらいがしんどいんでしたっけ、夕方ぐらい、いや、夕方ぐらいちょっとまたあの薬を飲んでちょっとですね、やっぱり8時過ぎてくると、まあ、全体的にやっぱり動きが悪くなってくるかなという、ただそれも日によって、やっぱり最近 日による差、それから日内の動きの差がやっぱり大きくなってきて、最初に、大学病院で、入院して検査を受けて、で薬の調整して、職場復帰したときには、もう自分でも治ったのかなというぐらいに体がスタスタ動いて、うん、でまあその変動もあんまりなかったものですからあれなんですけど、やっぱり今は変動が結構出てきているのと、でその辺があの予測がつかない形で急にああ動かないというような時もやっぱあるんで、うん、その時はやっぱりあの会議とか打ち合わせみたいな時なんかはやっぱりしんどいですね。以前に比べるとオンオフの差はちょっと激しくなってきてます。そうですね、やっぱりあの大きくなってきているのと、それとやっぱりあの薬の量を増やしてきてますので、うん、あの体は動いても今度正直頭が動かないというか、うん、あの頭がぼーっとする、やっぱりで思考がやっぱりまとまりにくい、以前ならもっとこう組み立てられただろうと自分で思うことがなかなか人とあの打ち合わせしててもなんか頭の中にスーッと入ってこないし、あと自分で喋るときもなかなかそれが出てこないというのが、北村さん参加って書いてた、え北村さん参加って、ね、あのネットでね、ありますね、はい、あのぼーっとなる時の薬言ったらやっぱそれはあの眠たくなるたりもするんですか。眠気もありますけども、まあそうね、あの眠気以外にやっぱり眠さを感じてなくても要は、まあ、あの鼻づまりがずっと続いているとか、うん、そういう時に頭が普通の人も、まあ、あの執行がしにくいとか風邪薬飲んでる時にぼーっとするとかってああいう感じがやっぱりあの続くんで、うん、やっぱり自分の中であのなんでこんなことがすっと理解してあの議論できるのかっていう苛立ちとかは、うん、やっぱりその、
葛藤ですね。できるはずのことができないような、そういう葛藤はありますね。いや、ちょうど今ね、あの実務でちょっと中井さんと私で2人でやってるのは、その、まあ、神戸市役所からあるでっかい仕事を、あの我々が勤めてる財団に引き継いでね、それ要するに、あの、まあ、役所の会計でやったのをいきなり企業会計に持ってこようとしとって、非常に複雑な貸借対照表を色取ったりするんですよ。で、まあ、それ見るも私も嫌なんですけども、なかなかそれを集中して見とってもちょっとなんか見る気にならんちゅうか、 そんな感じですかね。まあ、あの、うまくこう組み立てがで自分の中でできないですね。もう少し自分ではできるやろうと思う気持ちがあるんですけども、それがうまくできないことで、他の人に仕事を無理やりお願いせなあかんとか、そういうのはやっぱり非常にストレスですね。よくパソコンは使いますよね、あの仕事で、ね。はい、あの手や指は、まあ、普通に動きます。いや、最近やっぱこの半年ぐらいはやっぱり動き悪くなってきてて、キーボードなんかでこう打つと、なんかこう指がさっと離れなくて、同じ字がダダダダダダとこう、同じですわ、同じですかね、同じですね、打ち直しが多くなりますね、まあ、逆に何かしようと思うときにやっぱりこう震えるのが特徴ですからね。ただ私の場合は震えが全然ないままでと出てないんで、まあ、診断を受けるにあたっても多分そのあたりが、あの、難しかったところなのかなと。今ちょっとあの3人目の患者さんの永井さんが到着されました。永井さん、どうもこんにちは、うん、ありがとうございます。お待たせします。ちょっとあの、今着いたとこなんで、ちょっと休憩していただいて、また後でちょっとあのお話伺いたいと思います。ユウさんの方のですね、仕事の状況なんかどうですか、その病気と仕事ということで。はい、そうですね、あの、まず仕事で言うと、まあ、営業の一線も昔はやってましたけど、やっぱりそれ体的にきついんで、内勤の人事とか総務とかになったんですけども、ただ今おっしゃったパソコンを打つのがだんだん遅くなって、うん、あのそれこそ若い1年目の子が1分でできる A4 1枚のシートがこちらに行ったら3倍も4倍もかかっちゃうというので、うん、同じ状況であの競うスピードを求められるときついなというのが一つと、あと先ほども申し上げましたが、やっぱり新快速で大阪まで、まあ、30年通勤は今まではどうってことなかったのが、だんだんあの後退してきて、であの急にガタンとこう揺れると昨日も体勢を保持しきれずに、うん、ひっくり返ってしまいまして、その辺 の通勤っていうのがパーキンソンが進んでくると大きなネックになるなということがあります。僕はたまに見るんですけども、通勤で若い人たちね、杖ついた人がいて、ゆうさんも杖ついて通勤されてるんですか？いや、杖は持ってますけども、結局あんまり使わないというか、うん、あんまり立ち変わらないんで、うん、まあ、そうですか。それよりもしっかりどっかに捕まってる方が確実なので、釣り革とか手すりとか、手すりですね、のグッと握って、そうですね、はあ、それを確保してないと、うん、油断してると亀みたいにひっくり返ったこともありますし、はあ、昨日もなんかトトトトトと踏ん張れずに隣の人に起こし支えてもらってやっと体勢直したみたいなところですね。あの、で電車の乗り降りとか危ないことはない？そうですね、乗り降りはあんまり困らないですけど、うん、急に揺れた時に踏ん張るのが、うん、実際踏ん張りきれなくなってるなというのは昨日も改めて実感したところですので、はい、まあ本当はゆっくりね、快速で座っていければいいんですけども、うん、現役時代はボタンをはめたりネクタイ締めるのもだんだんきつくなって、朝の7時の電車に乗ろうと思ったら2時間逆算して早めに起きて、5時起きでネクタイするのに30分ぐらいかかってました。うん、薬を飲むスケジュールとかどうなんですか？朝昼晩ですけども、やっぱり会社に行ってると電話がじゃんじゃんなったり、はあ、ついこう話し込んだりしてしまうと、あ、
もう3時だとかいうのでお昼に飲まないといけない薬を飲み忘れたりっていうのが、うん、忙しくなるとどうしても出てきてしまうので、あのその辺も一つ課題かなということで、まあ後につながりますけども、薬の飲み忘れっていうのは勤める上ではあの非常に大事だなと、うん、それをなんとかしたいなというふうに思ってます。あの飲み忘れると すごいオフの時ガーッとこう後でしんどくなります。やっぱりタイムラグが若干ありますので、うん、あの、うん、あもう3時やと思ってしまって慌てて飲んでもあのやっぱりその遅れた分だけどっかでそのオフが出てきますですね、うんうん、あれ今北村さんから、一応今のお話に絡んで、もともとあのディスキネイジストにいわゆる同じような運動障害があるということと、それからやっぱりあの今中井さんが言ってたみたいに、うん、そのちょっとぼーっとするっていうかさ、うん、やっぱり知能テストとか、うん、認知症のテストを今して持てるって言ってるし、うんうん、からまあふらつくのでやっぱり手すり、うん、壁の方が大事だと思ってるというふうに書いてありますよね。まあ大体みんな同じというか、ね、そうですね。やっぱ杖でやっぱあのやっぱふにゃふにゃふにゃしとからかえって危ないかもしれませんね。やっぱ頑丈なもんがあった方がええという、うん、なるほど。今ASJ のそのニコニコ動画のテキストでね、あの先ほど言ってましたあの北村さんというような患者さんなんですが、京大病院からテキストであの参加されてる方がいます。まあちょっとそのあの書き込みの紹介でした。それではですね、あのちょっと遅れて来られたんですが、ちょっとあのゆうさんとか中井さんよりは年配になられるんですが、永井さんというあの患者さん来られましたので、簡単にちょっとあの発症からのですね、経緯と今やってる治療とかのお仕事のこととか、まあ、思いつく限り喋っていただけませんか。長いですが、私はあの発症したのが15年ぐらい前だで、現役でしたけど、その頃は薬の化学療法でですね、ヨドバストを飲んだら、嘘のようにね、歩けるようになりましたね。本当にあるのは、それでもうパーキンソンだということが実感したんですけども、だん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 薬が多くなるし、今は4時間おきに、いろんな種類の薬を飲んでまして、今入ってきた時お分かりですけども、ちょうどこの今は切れない。で、今飲んでは飲んでいるんですけど、まだ効いてないので、もう重力が2倍かかったように体が重たい状況で、一人で歩くない。で、この傷もですね、この間のお風呂で転倒して、ガラスで箱を突き刺して、箇所が大きくなったら死んでるからと、うん、救急に行って8針になったんで、こういうことがよくあるんですよ最近。今あの電極はあの、もうそうですね、3年か4年前に純先生日本入れて、その時はものすごく元気になって、さあまだ現役でしたから、いや今からバイバイやろうというふうな感じでいたんですが、今後は菌が入りまして、胸に電柱を入れとるんでしたね。ほんでそこの胸のあたりがちょっと雑菌が入ってみたいな感じですね。左の方が、ペースメーカーとリード線だけは取って、中の電極が入ったんですけど、この病気になりますと、便秘気味になりまして、どうしても生きるんですよ、頑張ってね。で、生きると、こう、血が
出るんで、あで、ある時にこのここに残ってたあの金属までキュッとこう出ちゃったんで、これはもうここからまた金が入ったら危険だということで、この3月、そういう今年の3月にもう一度京大病院に行って、もうここの入ってる電極ごと全部取って、まあゼロ、こっちの方左が右はまだ生きてるんです。透析機能してなかったんでね、まあもしもまたあのこのペースメーカー入れればこう生き入れますので、ね、電極だけはあの苦労して入れた、19時間かかって入れたからね、だから生かしてたんですけど、もうそれも抜いてしまった。ほな今右側だけ電極が残ってて、それにはちゃんと電圧をかけとんですか？それはかかってるんで。かかってるんで。それと電極療法と薬で、もう薬 もうマックスマンいってますから、これ以上の対症療法はないということなんですね。長谷さんの場合はあの発病のあれ、あの早い段階からエルドーパー飲まれてましたっけ？じゃあ最初から、ね、最初から、うん、今も5、6種類の薬飲んでます。まあ、仕事をやっぱり忙しかったらと思うからね、やっぱり長谷さんの場合ね。そうですね、うん、で今ね、あのもうあの文化ホールの方はこの春で退職しまして、今シルバーカレッジという幸せの村のそうです行ってますんで、あそこバス通勤なんですよ。だからもう自分でこうもしものことがあったら困るんで、今のところはあの妻が送り迎えしてくれてますので帰れてますけども、いつまでもというわけにもいかないんで、この1年だけという条件でね、行ってますので、来年からどうしようかなと、うん、電車通勤でも時々降りる時にバタンと動けたりね、したりしてましたから。幸せの村バスしかないから、バスの方が危ないですね。電車よりバスしかないしね、うん、そのカレッジの前に止まるバスというのが幸せは止まらないのよ。だからもう交通局長に交渉してね、日を取り台の止まるようにしてくれ、自治会がもううるさいらしい。ああそうですか。で今はあの京大病院はどれぐらい定期的に行ったの？3ヶ月に高橋先生にもこの間あったんですけど、あのやっぱり iPS のね、あの臨床を早く、もう今年中にはしたいって言われてましたけど、あ12月には、まあ、あれにかけるしかないなと、僕の年やったらもうダメかもしれないけどね、あれにあれをもうあれができるんやということを祈りながら生きてるという、あの今の現状 の, あの幸せの村のシルバーカレッジのお仕事はパソコン割り打ったりします？あそれはあんまりしなくていいんですか？実務的な仕事はもうあんまりない、うん、でその手術があったんで、私はあの4月からの行かないといけなかったんですけど、行けなかったんでね、前任者の事務局長がもう1年いてくれますので今年は、だからほとんどもう仕事がもう何かあった時の責任取るだけの仕事ですから退屈ですやっぱり。ありがとうございました。いや全然話違うけど、あの家近いんで、あのシルバーカレッジに堀内さんとか遊びに来ました。来ていた、来てもらった、うん、来て、あっちから来た。あっちから来た、よかったですねいやこれあのすいません身内話なんですがそういうことなんですが、まあ、やっぱり仕事の問題を、仕事の問題ですね、特にあのはっきり言って、まあ、僕ら外側から見てると、そのやっぱり市役所は
結構ちゃんとフォローがいいというかですね、やっぱり結構いろんな形で患者さんのこともやっぱりちゃんと考えてはくれてるよね、そういう意味では。だからところがやっぱり他のいろんな会社だとそう簡単にいかないことがたくさんあって、まあ、その辺をこれから会社らがねどういうふうに今突破していったらいいのかっていうのが、まあ、今回の問題になるわけ。そうですね、うん、まあ、今日は社会的課題みたいな話を紹介したんですが、うん、改正障害者雇用促進法なんかでその職場環境をね障害者が働きやすいようにこういろいろちゃんとしたりとか、うん、その障害のある方何人雇えみたいな話が常に出てきて、うん、まあ、役所関係なんてまあ法律に基づいて仕事してるんできっちりやったんですけど、うん、民間は割とおざなりになりやすいんかもしれません、うん、なんかどうですか、ゆうさん、そんな。そうですね、民間の人事の経験もありますけれども、はい、まず法定雇用率は 1.8 から 2.0 に上がって、はいはい、それは重視する意思は、うん、まあ、どっちかというと経営マターになりますけれども、うん、あります。ただしその中身は例えば55であと残り5年 の、うん、人と、うん、あと新卒で、まあ、バリバリこれから何十年働いてくれる人を比較すればおのずと後者の方が、うん、採用されやすい、うん、で障害者の方の雇用も面接したことあるんですけども、転換のある女性を2人同時に採用したんですけども、1人は他の健常者と全く変わらずに、うん、半年後も成長して仕事してくれたんですけども、もう1人はやっぱり調子が悪くて倒れたり仰いだりというのがあって、まあ、それは本人に全然悪意はないんで、ただ企業として求めているものが利益であるというのもこれも事実ですので、やはり前者の方は残っていただいて後者の方はご縁がやっぱりなくなってしまうと、それは経済合理性の上では悪いことではなく、まあ、仕方ないというか、じゃあその会社がブラックかというと全然そうではないわけで、その辺が難しさがあると思いますね。転換の方なんていうのは仕事中に突然ばったり倒れたりするんですか？そう、それが寝てるの か、 なんか固まってるのかよくわからないから、周りの人が大丈夫かって言うと、バタッと椅子から崩れたり、うん、あとやっぱり突然こう目がなんかちょっとおかしいとかいうので、はあはあ、周りの人もちょっとざわざわしたりっていうのは実際あるとなかなか、うん、きついところはあります。それでまあ、ゆうさんの方はですね、大阪で床山さんという同じパーキンソン病の、まあ、問題意識のかなりある方と知り合って、最近NPO を立ち上げられたんですよね、はいはい、それNPO 確かアンダー60、はい、チャレンジドサポートの会でした、はい、それ立ち上げられたきっかけとかですね、はい、そこで今目指そうとしてるものなのかについてですね、はい、ちょっとお話しいただけますでしょうか。はい、従来 の、 患者会としては友の会という組織がありまして、これはもう40年で現在8200人の会員ということで、まあ、立派な組織があるんですけれども、働いてる時にはそういうところの地域会に参加しようと思っても平日に開催されてるもんで、働いてるとどうしても出席できないということで、まあ、少数派ですので、友の会100人いらっしゃれば 90% は、まあ、60、70 の、 お年を召した方が多いので、我々のニーズに即対応できるところというのは探したけれども見つからなかったので、まあ、それであればもう自分たちで作ってしまおうかと、まあ、自分たちが経験して困ったことを後の続く人たちのために役立てたいなということで、入院中に相部屋で偶然になったんですけども、まあ、いろいろ話し合って、まあ、そこで企画書とか設立収書をまとめてしまって、で2月に NPO を立ち上げまして今半年という状況です。でやはり、まあ、少ないですけどもだんだん口コミで相談したいという方が増えてきまして、やはり、60歳以下の働く世代と
それ以上の方のニーズが違うなというのが分かりまして、じゃあ働く人をどう支援するにはどうしたらいいかというようなことで、現在 IT を使ってまあそういう不便なところを解消して何とか仕事が続けられるような環境であったり仕組みができないかなと、こういうことを今あのチャレンジしているという状況です。あの相談されてくる方はやっぱり現役世代の方が多いんですか？そうですね、60歳以上の方は既存の、友の会なんかでも経験者の方もたくさんいらっしゃいますし対応できるんですけれども、やはりその今の就労の問題になると労働法であったり、まあ、なかなか難しい点がありますので、例えば友の会 の全国組織の方とも親しくさせていただいてますけども、そこに障害があるそういう60歳以下の方は最近はこちらの U60 の方に話を振っていただいて、でもこちらの方がまあ一応そういう受け入れ体制ができているという評価をいただいているという状況です。今ホームページ出してますよね、はいはい、あこれそれから皆さん見てもらってるところに出てます。今の画面にU60 チャレンジとサポーターの会のホームページが出てます。これトップページなんですか？それトップページですね、うん、はい、まあ、男でやってるんで非常にシンプルな、デザイン的には別に凝ってないということなんですよ。そうなんです。テキストがなんか並んでるだけやなと思いまして、はい、すいません。ここから一応入っていける、一つは朝日新聞のに徳山さんが書かれてるこれですね、はい、先週4回連載ありまして、他には、まあ三条会員寄付金のお願いとか、あと今の話の流れで、まあ、仕事を続ける上で何が課題かということをこうメンバーで話し合ったときに、やはりその仕事の薬の飲み忘れで忙しさにかまけて忘れちゃうとえらいことになるんで、まあ、それをなんとかしたいなということで今取り組んでいるのが、あのスマホのアラーム機能を利用したあの薬の飲み忘れの防止のアプリ、そんな難しくないんですけども、まあこういうものがあったらいいねということで、あのただその話が出たときは構想だけでできるものは誰もいなかったんですけども、たまたま他の NPO の会合に出たときにそういうあのボランティアであの協力してくれる人が見つかりまして、で やっと試作品ができて、で今回あの資金を調達して本格的にバージョン 2.0 を開発しようという状況に今なっています。これがえ、あそれは昨日立ち上げたばっかりなんでまだこれからスタートです。この、まあ、アプリとか、はい、その辺ね、こういうやつですね、はい、これは確かあれですよね、あのネット上であの資金を調達するレディフォーという仕組みがあって、はい、クラウドファンディングですね、はい、それでお金を集めて開発費に当てようということですかね、はいはい、そうですね。開発費ってどれぐらい、どれぐらい、ピンキリですけども、うん、やっぱりスマホのアプリの開発者がコマーシャルベースで言ったら一人1ヶ月、まあ、それに使って100万とか言われてますけども、うんうん、今回はそういうボランティアの方の力を借りて試作品ができたんですけども、うん、やはりこれもやり入れたいあれもやりたいというのはいろいろこう、うん、ニーズが乗っかってくるもんで、それに対応しようとするとやはり一定の開発資金を確保しないと、うん、物事が進まないということで今回クラウドファンディングにチャレンジしたというところで、うんうん、昨日の8時頃スタートしたばっかりですね。ああそうですか、はい、今日参加していただいてますあの NPO 法人の社楽会団体の小島さんという方が来られてるんですが、小島さんはその辺を手伝うと、レディフォーのところとか、あの例えば先ほどの方へ行くと、そのスマホアプリを誰かボランティアで開発できる人を探すために、例えばその、あれはコード方向文ですね、コード方向文のことをご紹介したりとか、うん、でもちろんそのコード方向文の中でそのあのデベロッパーの方を発見したのはそれはもうユウさんご自身でという形ですね、はい、設立支援はしたんですか？あ、そうです、あ、そうですか、はい、そもそも小島さんとあのユウさんが知り合ったのはどこで知り合ったんですか？どこでしたっけ？いや設立支援の時にあれもこれもでいろいろ何回もしつこく質問に行った記憶があるのでそこで小島さんに教えてくれ、はい、いろいろ教えていただいて助かりました。まあ無事本な登記も済んで、そうですね、東京の神戸市の24階に行ったんですか？行きました。ああ、なるほどね。はい、
まあ、神戸はね、いろいろ他にも NPO があるので、まあ、そういうところとの最近最初は余裕がなかったんですけども、横のネットワークができだすと、うんうんうん、今申し上げたようにあの IT の専門家の力を借りたり、うん、まあ、いろいろそういう足りない経営資源がいろいろ借りれるという、そういう特徴というか強みがあるなという気は実感してます。何か思ったからな。他の患者さん団体とかっていうと、どう、神戸の結構横のつながりとか。いや、患者団体というより、まあ、の IT の専門家が探しているときに小島さんに教えていただいて、そこの会合であのぴったりの方が、うん、見つかったというのが一番大きいですね。その会合の時にプロップステーション来とった。いや、でも、でも別ですよね。別ですね、はい。あれ、いつからでしたっけ？はい、紹介いただいて、あのロッコアイランドの事務所にお邪魔して、はいはい、あのいろいろ話を伺っていると、IT を使って障害者の、あの支援をするというコンセプトは方向性は同じやねと、うん、でチャレンジドっていう言葉もそのラミネが使っておられるのを借りたんで、まあ割と最初から親近感というか近いポジションであの話をさせていただけたらなという気がしてます。今度20日の日にシルバーカレッジでも講演してもらう、竹中なんですか。あ、そうですか。いや、ちょっと今見られてる視聴者の方はあまりご存じない方もおられるかもしれませんけど、あの神戸で割とあの古くからね、あの障害のある方の支援、障害者と呼ぶんじゃなくて障害者のことをあのチャレンジドと呼ぼうということにして、そのチャレンジの方にあの IT 系の教育をして、 IT で起業したり IT で稼げるようにして納税者にしようという取り組みをされている竹中奈美さんというすごいおばさんがおって、でその方と連携もしたんですね。そうですね、方向性は同じ。まあ、とてもこちらはまだ半年のほやほやですけど、向こうはもう25年やっておられますので、うんうん、あの中央 の、 あの官僚のところで勉強会をやったり、うん、非常に活躍されておられますので、まあ、そういうの辺で相談に乗っていただいたり、あのサジェッションいただいたりしてます。例えばあの今ユンさんの方で個別にやるっていうのはあるんですよね。例えばあのアメリカなんかだったらそのペーシェントライクミーっていうのがあって、要するにあら、まあ、これ実際20万人ぐらいの患者さんが自分の症状とかそういうものが出てくる。で、例えばパーキンソンの人だったらパーキンソンの人だけでな、あのフェイスブックですよ、要するにね、はい、あの集まれるし、それから例えば ALS やったら ALS の人だけだけ集まれるような、とか、なんかどっかこう中央のが持ってその個別と全体をうまくこうコーディネーションできるように、やっぱり日本の国もちゃんとやりサポートしてあげたらいいと思うけどね。やっぱりそれぞれの患者さんの団体が個人的に一つ一つ作らないかんっていう状況は良くないよね、やっぱりね。それはあの公的なところも噛んでる話です。あのね、これはね、実際にはね全部私立です。だからあのなんていうかな、ただし入るのはただですよね。だから逆にそこでのデータは使わせてよというところでファンドをお金集めとるベンチャーがやってるわけですね。だからですから例えば、毎日中井さんやらに元気ですかって聞いてるわけで、だから毎日の気分が全部出てくるから、そうすると今までその取れなかったようなその一つ一つ の、 その個人的なその例えば気分であるとかそういうようなデータもここに入ってくるから、そういう意味では新しい医学データの取り方という形でそれをここの会社は売るわけですね。で、最初患者さんやらとしてはその中で、あ、自分の病気と同じようなことはどうあるのかとかいうのがあのリターンで使えるようになったらというか、あのコンセプトはその第2弾でそれをやろうとしてまして、あ、 そうですか。そのためにはサーバーを用意して、でデータをそうですよ、ね、個人データじゃなくてマスの個人の特定的なデータにして、うん、漏れたりかね、で同意いただいた方のデータもいただいて、あのそれを吸い上げると、うん、いや実際にはあの今日今一生懸命写していただいてる、藤本さんなんかも一生懸命そういうのを作ろうとされてるんだけど、なかなかそれがね、その全体に行き渡っていかないですよね。ですから今やろうとしているのは、あのまずそういう、まあ、試作品みたいな簡単なものか作って、うん、でサーバーも用意してそういう仕組みを整えて、うん、で最終的に今おっしゃったような形で
それが母数がかなりの数になれば、まあ、一定の価値が出てくるのかなということで、うん、ビッグデータみたいな処理の仕方で展開できないかなということを考えてます。それはやっぱパーキンソンという領域でやるわけですか。そうですね、まずは最初はね、だけどやっぱり最そのオープンにしといた方が絶対にお金も集まりやすいですよね、はい、多分ね、いろんな形で。それはパーキンソン病患者さんが入る SNS なんですかね。いや、まだね、そこのところがうまく立ち上がってなくて、うん、U60 のフェイスブックもやっと稚拙なものができたばかりなので、そこの仕組みまでは行ってなくて、これからまあその辺のこう企画をしっかり練って、まあ、資金を集めるとかやっていかないと、絵に描いた餅でなかなか実現はまだまだ先が遠いなという気がしてますけども、アイデアとしてはそういう構想を持ってサーバーどうしようという話はしてます。とりあえず その患者さん同士の情報交換とか、お医者さんや研究者と患者さんの情報交換ぐらいったら Facebook 上でね、できるのはできますけど、ね、実は皆さんパキスタンの患者さんは足元がやっぱりなかなか出づらいので、うん、家の中でパソコンやってる方が結構多くて、うん、チャットとかですね、小さなミクシーですか、うん、コミュニティは結構あるんですね、うん、ただ、まあ、そこはどっちかというとこじまりやるのが目的なので、うん、あまりみんなでこう同じことを団体行動するのはちょっと苦手な人もいらっしゃったりするんですけども、パーキンソンの全国組織と個人個別のミクシーのコミュニティのちょうどその間でセミフォーマル的にそこをつなぐような位置づけになりたい、なれたらいいなというふうに考えて、まあ友の会の全国の理事なんかの方にはそういう話はしたりしたことはあります。ターゲットはやっぱ現役世代、ね、そうですね、あくまでもやはりそこが同じことやってるんだったら新しい組織を立ち上げる意味がないので、やっぱり自分たちなりの若干はみ出た動きで役に立てれば、ね、いいなと、逆に我々しかできないんじゃないのかなという気はしてます。ただね、その多分他の患者さん団体もそうだけども、ホームページっていうのはやっぱりその SNS 型にはなってないんですよ。そうですよね。だからやっぱりそういう意味では、もし U さんやらの方が SNS 型がもし可能やったら、それはやっぱ大きいですよね。使い勝手が全然違います。全然違いますからね。で、自然とこう物が溜まっていくから。そうですね、今回もレディフォーのことを金曜日で昨日の8時にアップしたんですけども、まあ、それを早速投稿して、うん、でシェアしてということで広がってきているので、まあ、この調子で広がってくれれば、うん、ありがたいなというふうに思ってます。すね、うん、これペーシャントライクミーはこう日本語版じゃありますないんですよね。ないんですよ、だからそれ、いや一度そこから藤本さんやらも作ろうと努力されたんですけど、だからこれ見たらもう40万になってるんですね、これ。あ、そうです、ね、でしかもそこ昔やったらもうペーシャントライクミーだけやったんが、例えばMS っていうのは要するに多発性硬化症のグループ、はい、それから ALS のグループ、はい、それから今言ったその転換のグループっていう形で分かれて、その別々のところでもいけるし、全体としても運動できるしっていう話で、やっぱり難病連的なこう難病の中のトータルとあと個別症、そうですよね。で難病連として、まあ、藤本さんたちもいろいろ考えていただいたんだけど、最後でやっぱソーシャルネットという形にはなかなかなりにくかった。それを設計されてるんだけども、うん、そこでの動きがないっていうので、うん、ぜひやっぱり何とかこのソーシャルネット型にしていく、うん、そうすると例えばお医者さんからの質問ももちろんいくらでも入れる質問情報も入ってくるし、それから自分の思ったことがいっぱい溜まってきますから、うん、一人英語に強いサポーターはいるんですけど、仕事が忙しくて、うん、なかなか彼女が見てくれたら英語でスラスラスラーとこういうのが話が転がるんですけど、英語の出来苦手な人しかいないんで、うん、こういうのが出てくると腰が引けてそこでストップしてしまってます。まあ北村さんの方も Facebook なんかまず使い直してみたら、やったらいいんちゃうかっていう、そうですね、うん、
で、まあ、英語変換もできるから、これで、これ入ってもやっちゃうから、ね。翻訳したらね。まあそうですね、Chrome 通して、うん、あのこのホームページ見たら自動的に日本語変換をされますけどね。とりあえず Facebook はあの秘密のグループとかも作れるんでね。そうですね、うん、できますよね、はい、そうですね、使いこなしたら武器になると思いますね、うん、これからの研究会ですね、うん、大事なのはあれですかね、やっぱその患者さんのデータが蓄積できるかできへんかみたいなところですかね。ありますよね、うん、あのここにお医者さんが関与して、はい、そのお医者さんのデータがリンクされることはないんですよ、うん、すなわちあのもしその U さんが自分のデータをお医者さんからもらってきてリンクしたかったらリンクしたらいいというは、あのもう極めてその自分からやるかどうかが決めれるから、そのもう嫌やと思ったらもうそれはもう要するに参加者だけでいいんですよね、うん、まあ、用できてますわ、これは。ああ、うん、まあ、ということで、あの、ユウさんの新しい NPO、あの、U60、うん、チャレンジドサポーターの会というのを立ち上げて、うん、あの、まあ、現役世代を中心に支援をしていこうと、はい、特に労働関係を支援していこうと。どうしても50代は仕事と、ね、っていうのが重要な位置を占めますので、うん、ちょうど子供も進学時期になったりしますので、ね、うん、でも現実を見ると、どうしてもやっぱり、うん、私は今、休職中ですけども、やっぱり仕事があのだんだん負担になってきて辞めざるを得なかったり、うん、あのやっぱりなかなかそこをうまく切り抜けるのはなかなか厳しいっていうのは正直ありますね、うん、そこをなんとか支援したいなと。で、一つアイデアとしては通勤がやっぱりしんどくなったら在宅でできる、で在宅だったら IT 系、うん、で IT 系であればネットワークの会あの関係であったりスマホのアプリの開発っていうのがスキルとしてもう一度あの新たにゼロからスタートですけども、あの習得できれば、まあそういう通勤なしでも仕事ができる可能性があるんじゃないかという仮説で今2人チャレンジしてま す, です、ね、あのパソコンの話でいうと先ほど、北村さんがあのタイピングエラーを あ、はい、あの起こらないようにする、うん、あのデバイスがある、そうちょっと下げれますかね。なんて書いてあるかな。デバイスっていうか、そういうキーボードですか。チャタリング防止ソフトがあるというのがある。やっぱりだからそのきちっとそういうものが揃っていけば、今おっしゃったその中で IT をうまくどんどん使っていくということも、あのさらにやりやすくなっていく可能性ありますよね。と彼はそれを、まあ、あのチャタリング防止ソフトを今使ってるそうですわ。あ、両手でこうやっても右手が動かないのでエンターを押すのにわざわざ左手で通り越してこれで押さないと力が入らない、うんうん、もう一つ普通の話で言えば、私やっぱり会議とか打ち合わせがあってもメモがなかなか字が汚くて、うん、読めない、うん、やっぱそれで結構辛いですね、うん、早く書かんといかんもんね、うん、メモの場合結局自分でも後で読めない、後で読めない、うん、とっても読めないようなメモで、うん、なんかミミズかみたいな感じの、うん、やっぱり指が動かない、動きが悪いんで、やっぱりそのきちんとした字が書けないですし、なんか字が小さくなるんですよね、あのこの病気の傾向で、うんうん、そうすると打ち合わせしてなんかこう後でもっぺんって言った時に頭はぼーっとして上にメモを読めないみたいな、うん、あと本当になんかもう、ごめん悪いけどもう一度話してくれるっていうようなことも時々あるんだよね、うん、まあ、だそれはあの職場の仲間がやっぱりちゃんと理解したしとかんとかんわね。ほんでその上でいや悪いけどもっぺん言ってくれ言うた方が、うん、はいはい、わかりましたなって言いますでしょ、まあ、あの最近はあの薬で頭をぼーっとしててごめんこの間のうちは全部ってちょっと思い出せない部分があるとかいう説明はすることはありますやっぱり、うん、だってあの先の僕が今言った北村さんのコメントって言ったのは北村さん以外の方のコメントだったそうです。あ、そうですか。ごめんなさい。いや、今いろんな方がいろんな方があのコメントいただいてて、うんうん、ええ、あ、そうですね、トリム MKAF さんの北村さんではないねんごめんなさい、はい、
北村さんはノグピサ、はい、あ、分かりました、すいません、失礼しました。なるほど、はい、今日はシャラクさんというですね、神戸市内では割合有力な中間支援の NPO さんが来られとって、そのシャラクさんの方でもですね、かなり病気の方とか患者さんとかそういう方を支援するような仕事をやっているということで、まあ今優さんの新しい NPO の設立支援もされたということなんですが、ちょっとそこら辺の活動をですね紹介していただけないでしょうか。今シャラクのホームページですね、はい、うちは大きく2つの事業を動かしておりまして、今ホームページにダウンと出ているのがシャラク旅クラブと言われる高齢者の方の、介護付きの付き添い旅行というのをやっています。でもう一つは先ほどのユウさんの NPO 法人の設立を手伝っていたようないわゆるインキュベート事業と僕たちは呼んでおりまして、いわゆるその NPO 法人の設立とか運営の創業支援と言われる分野ですね、その2つを大きくやっています。で、この、高齢者の旅行とか、介護付きの付き添い旅行という言い方をよくしますけども、ここなかなか大きく多分世間的には流れが2つあって、僕たちみたいにその高齢者の特化型のタイプですね、症状が重い方々をの旅行を支援するというのが1つと、であともう一つ、その全国的に広がってきているのは、やはりその障害をお持ちの方の旅行を支援するというところもあって、でそこはちょっと実は内容としては違いましてですね、僕たちの場合は高齢者の方を特化してやっているというような形ですね。この間フェイスブックで見てたら、エーゲ海に連れて行ってはりましたね、小倉理事長が、はい、人は病気としては何や、何の病気だったかな、でもね、すごく確か重度あったのを聞いてます。その時に出てたか分かりませんけども、看護師も一緒に同行してましたので、はい、そういう意味ではその看護師、それとうちの、コーディネーターとそのご本人、少なくとも3名体制ですね、うん、はい、通常はヘルパーとそのご本人だけで行くケースが多いんですけどね。脳性麻痺型ですよね。脳性麻痺の方だったんですか、いや、ALS とかパーキンソンとかそっち系かなって、病気のことは書いてなかったんですよね。それは書いてないですね。旅行なんかですか、飛行機はやっぱその車椅子とかその横になれるような設備を飛行機会社に用意してもらうわけですか。それは無理。そうですね、それは無理ですね、はい、飛行機に関しては少なくともそれはないですね。新幹線とかだったらもちろんそのバリアフリールームみたいなのを使ってはしますけど、うん、はい、飛行機は席を2つ取るとかそういう感じ。いや、時は2つも取ってなかったはずですけどね、リクライニングをさせてぐらいですね、はい、ベルトで固定しとったらいけるみたいな、うん、はい、はい、先天性の脳性麻痺だそう言いました、ああ、見せてもらったら分かります、うん、いや、かなり膨大な写真がアップされとったので、はい、でなんか良かった、一緒に連れて行かれた方、お名前忘れましたけど、なんかすごい喜んではりましたよね。まあそうですね、はい、うん、旅行はその辺はすごく力が、めちゃめちゃ笑顔やったでしょ、ね、最後の、はい、そうですね、はい、でもう何や、最後の方に帰りたくないとかって言っておりました、ね、まあそうなるでしょうね、はい、あれ大成功やったんで、そうですね、はい、で戻ってこられて、患者の方、そう、やっぱ行ってよかったと言っておられました、はい、そういうふうに伺ってます、はい、もちろんそれだけ の重度の方を連れていくわけですので、やはりそれだけ の事前準備というかはすごく時間がかかってますけど、ね、今回のやつに関しても非常に時間がかかったとは聞いてますね、うん、はい、ユウさん、シャラクの旅クラブのこととか知っとられました？いや、いない、行きたいな、行きたいな、お世話する側でも行けるんであればする側そうですね、どちらでもする側で行ったら結構美味しいですよ ね仕事で行くよ、そうですね、うん、だからやっぱシャラクとしてはそういうその当事者が当事者を支援するようなところでソーシャルビジネスにならないかみたいなことは考えとってるんですか？
そうですね。なので僕たちも今回、この、まあ、番組とか出させてもらってるのも、まあ、そのユウさんはもともとその、うん、まあ、神戸の中でいきますといわゆるその医療産業都市とか、うん、あの辺とどうこう連結できるのかねみたいなところは少し考えたいなと思ってるんですが、まあ、要はあの辺のこう動きがよくわからないというところもあって今回そのとりあえず一旦ユウさんにこういう場に来てもらったという形はありますね。はい。でごめんなさい、でもよく言いますとそのユウさんの場合はそのご経歴的にもずっといわゆるビジネスの業がすごく長く働かれている方ですので、まあ、そういったそのこうビジネスをどう作っていくかというご経験もお持ちだというところで、まあ、言い方は変かもしれませんけどもその従来 の, その市民活動から NPO が入ってきたというタイプでもないので、そうですね、はい、が僕は非常に面白いなと思ってます。やっぱ当事者が立ち上がって何かやろうやと役に立つことやろうやいうエントリーできてるんでちょっと今までないタイプですよね。そうですね、そう思いますね。はい。実は西川先生と私が知り合った2008年頃で、うん、その時にシンポジウムやりましたよね。そうですね。当初考えとったのはそのアメリカ の, その患者団体 NPO が何をしようとしとうか言うんでびっくりしたことがあって、あの時のことちょっとだけ西川先生とかご紹介、うん、いやだからやっぱり患者さんの団体がそのきちっと お金も自分で集めて、うん、やっていくことがやっぱりこれからの、まあ、こう医療のもう実際には医者研究者と患者さんをほんまにつなぐためにはそれが大事やろうということで、実際に日本の患者さんの団体っていうのはやっぱり患者さんの仲間の団体なんですね。でそうではなくて外に広がる団体というのはどんなのがあるかというのでわざわざそのアメリカの1型糖尿病財団の人を呼んでそれで日本の1型糖尿病財団の人と、会ってもらってですね、で話し合いをしてもらってですね、でそうするとやっぱりそれぞれの運動の仕方が違うということが分かる、うん、でそれはやっぱりその社会にやっぱりこうただもっと外に呼びかけて自分たちがちゃんと力を持ってそのいろんなものを変えていこうというふうにアメリカの方はしてる。で1型糖尿病の場合は、アメリカの場合200億円年間集めてるんですね。そうですね、ええ、そうですね。で日本の場合は、まあ、その時はもう全く、まあ会長さんが井上さんで読んだ時には、まあ、患者さん同士の情報交換会やった、ね、でところがやっぱり井上さんもそのボブ・ゴールドシュタインというのを呼んだんですけどもその彼の話を聞いて急に発奮してですね、でボブ・ゴールドシュタインたちもやっぱなかなかしっかりしててやっぱりこういう運動をするときには自分らだけじゃなくてもっとこう、まあ、セレブを呼べとかね、でそういうそのやっぱりそういうその運動方針みたいなのがうまいことよく知っとるから、で例えば井上さんだと阪神の岩田君とかですね、うん、ああいう人らとみんなこう連携して1型糖尿ですからでそういう人をみんな集めて、今はなんとですね、年間5、6000万は集めてありますね。でしかもやっぱり中にこう運動される方がやっぱりいろんなセンスがあってそのこれいいの言うていいのまあいいんだろうと思って、うんうんうん、いいのふるさと納税を使うというようなアイディアでその認定 NPO になるより前から寄付控除をその寄付者が受けれるようにするとかですね、はいはい、やっぱりこういろんなことを考えられてるんですね。いやあれは行政がねはっきりいや組んでそのスキーム作れたらすぐできますから、そうなんです、もうふるさと寄付そのまま流し込むというのはできるんで、うん、佐賀でしたっけあれ佐賀ですよね、佐賀でやってる、うんうん、実際にやってますね。だからやっぱりそういうようなところを僕らもやっぱりこう一生懸命、これから作っていかれる方にそのノウハウとして、そのインプットできたらいいけれども、はい、僕らが逆に今度はそのために動くわけにはいかんので、うん、やっぱりその患者さんたちがしっかりその外に向かった構造を作って、特にパーキンソンなんかはね患者さんの数も多いし、はい、やっぱ日本の1型と比べたらはるかに多いし本当にみんなその毎日毎日の生活やっぱり苦労されてるわけですね、うん、でアメリカなんかまあ有名なのはそのやっぱセレブ使うという話でいうとマイケル・ J ・フォックス財団っていうんです ね, あります ね, ですからやっぱり その日本だっていっぱいそういう方がおられてですね、やっぱりなんかこう
新しいそのものを作っていってもらうというような雰囲気に、まあ、僕らも手出すができたらいいという感じで、それを神戸市がやってくれたんですね、この前の。でそれでうまいこといったという感じですね。今なんか芸能関係者で有名なパーキンソンの人っておられるっけ？いっぱいいるでしょ。A 六助さん、この間亡くなっちゃいました。A 六助さん、パーキンソンだったんですか、そうですか、最後の方、はい。ただ、老人は割合そのパーキンソン類似の症状とかなりますよね。ですから60、70でなっても、もう今更そこから企業であったり、いろんなビジネスをやりたいというのはなかなか体力、気力持たないと思うんですけど、まあ、その辺がまだ50代ですから、あのビジネス感覚もまだ錆びついてないんで、まあ、我々ならまあそういうのにチャレンジできるんじゃないかと、いうことで、今おっしゃったような大きな絵を描いてビッグピクチャーで話を進めていきたいなというふうには考えてます。私はその数年前にね、その話聞いたら一番びっくりしたのは、アメリカの患者団体が、まあ、数十億円集めて自分らで研究助成という自分らの病気の研究を研究者に助成してやらすというね、その仕組みが仰天したんですけども、なかなかそういうふうにはなかなか日本ではまだなってないですけど、一部始まってるんですよね。そうですね。まあ、特に一番そう成功してるのはあれでしたっけ、ね、やっぱり、認定 NPO になられたという意味で言うと、うん、1型糖尿病財団、はい、井上さんのところが一番しっかりしてありますよね。だから僕は井上さんのところに行ってるんだけども、例えばかなりの額のお金を今度は研究費に流すんだけども、うん、それを受け取る側のお医者さんたちがね、本当にそれを勲章と思ってるかどうか、でそれが大事なんですよ。だからやっぱり政府 の研究費もらうんと、患者さんからお金をもらうのと、ね、額で判断したらあかんわけね。重たさがちゃいますよ。重たさが、そういう発想 その世の中に変えていくことが大事で、やっぱまだ医者の方はこれだけのお金ならこういうふうにやろうかとかいう話になっちゃうんですよね。だからそこをやっぱり僕ら変えていかないかと思うね。まあ、究極はそこですね、うん、やっぱ患者さんなり患者団体さんの、そら究極の目標いったら治ることでしょうからね。だからそうですね。そらそうでしょうね、うん、まあ、1型糖尿病の場合はそうされてますよね、うん、で例えば、パーキンソンもね、細胞治療は、根治療法やっていう話でいろいろ言われてんだけども、他にもいっぱいあるんですね。で例えば僕が今根治療法になるかもしれへんと思うので言うと、一つは遺伝子治療っていうのがあります。でそれはイギリスの、前も言ったけども、その、黒質の細胞は全部なくなるんだけども、その周りの細胞に黒質の細胞と同じ遺伝子を全部入れちゃうんですね。でそうするとドーパミンを他の細胞が作ってくれるっていう構造になって、もともとドーパミンを作ってる細胞じゃなかった細胞を無理やり遺伝子導入して作るようにして変えてしまうんですよね。そうですね。でそれが一つと、それから今今回紹介しようと思ってた中でも期待、まあ割といろんな形で、進んでるの、まあ要するにコースを変えるという形で、その経過を変えるという形で進んでいるのが抗体療法なんですね。でこれはこの前うちのホームページも紹介したけど、アルツハイマー病ではですね、割といい成績が出たんですね。すなわちこれはもうファイザーっていう会社が、そのベータアミロイドっていうものが蓄積するんですけども、その蓄積するものに対する抗体を注射すると、うん、進行が完全に遅れるいう話があった。でパーキンソンの場合、実際にはなぜその細胞が死ぬか、それからパーキンソンの場合もう一つ中井さんなんかはちょっとパターンが違うんですけども、普通のパーキンソンの場合はここに書いてあるシヌクレンっていうその物質がたまるんです。
でそれがあの細胞の毒になったりするんで、実際にはその歯肉炎っていうのはその黒質の細胞だけじゃなくて、やっぱり心臓とかですね、そういうところにもたまるんですね。ですからやっぱりあの運動障害だけではなくて、やっぱりもうちょっと全身障害として考えていこうっていう考え方があって、そうするとあの、Lドーパだけ飲んでもらってたんでは、やっぱりこの心臓の方がちょっと残るかもしれないっていうのがあって、この歯肉炎がたまらないようにしようっていう方向で今研究がされてて、この場合はフェーズ1ですけども、少なくともあの抗体療法に関しては、いくつかの会社がですね、フェーズ1は終わったと。でフェーズ2、これからも本当に効くかどうか、その抗体で溜まってるものを除いてやるっていうことです、ね、いうことができるかどうかはこれからやり始めるっていうことと、ただ抗体療法って聞いたら分かるの、本庄先生のオープンジーボみたいに高いんちゃうかと思うんですよね、毎日毎日。でその高いやつをの代わりにワクチンを、それからその歯肉炎に対する抗体を自分で作らすと、それだとまあ比較的安くできるので、まあ、この2つの治療が今始まってんですね。ですからこれは期待して、あのうまくいけばその歯肉炎を周りから除いてくれればですね、あの細胞のもう死んだ細胞も戻らないけれども死ぬのを遅らすことができる。それからもう一つはあのまた急に心臓の方が悪くなったりする心配はなくなるというふうにみんな思ってますよね。だからあの細胞治療だけではなくて、やっぱりあの遺伝子治療もあるし、それからまあこれ今近くのところでいうとこの抗体療法やらがうまく使えると。国はどこでやったんですか？これ全部アメリカですね。で、あのここに書いてクリニカルトライアルガバメントというのがあって、実際にあの必ずこういうあのどう言いますかね、あのきちっと登録がされてるんですね。だからもしあのそれから逆にこういうあのメディアを使って、それこそYouさんやらがそのいろんな患者さんに発信するときにこのニコどうやらも使われたらいいと思うけども、それ以外に例えばクリニカルトライアルがこう話をしながらクリニカルトライアルガバメントっていうところ行くとですね、パーキンソンに対してのいろんな治療のための研究いうのは、患者さんを使った研究がもう1844も走ってると。そういうのはすぐ分かるんですね。だからそれは専門家見たら分かることで、でもっと面白いのはそれこそ、北村さんや中井さんが言ってたあの例えばもうちょっとこうどういうかな、その、お薬だけの問題なくてね、なんか例えばね面白いので言うと、ここですね、18番の治療って何やってるかというと、ヨガの、まあ、ある一種のものを使うとちょっとぐらいこう体の動きがようならへんかと、さっき言ってたその今ユウさんが言ったら要するに頑張ってあのやるんやっていう話をもう少しシステミックにして、こういうふうにしたらその治療を遅らせられへん、あごめんなさい、進行を遅らせられへんかというようなことを、しかも思いつきやなくてね、何人かの患者さんでちゃんとあの調べて本当に効くかどうかやるわけですね。でそういうことがきちっとされてるから、あのこういうものを参考にしていかれる。でただお医者さんやらにしたらなかなかここまで全部細かく見ていけない。だから僕らは思うんだけど、患者さんの団体のそのホームページやとか団体が元気になるっていうことの重要性っていうのは、お医者さん、いわゆるパーキンソンを見ているお医者さんが今までは完全な専門やと思ったけども、それはまあ治療を開発してくれたりいろんなことをやってくれるのはいいけども、世界中の状況を見渡せるのはやっぱ患者さんやと思うんです。だからある程度知識のある人と一緒にやらないかんけども、やっぱり常にこの自分はどんなことやってて、じゃあヨガがどんなんかって言ったらヨガのやつがあると。でこれどんな書いてあるかというと、まあそのプライマリーアウトカムメディア、何を目的にしてるかとかね、そういうその知見のことを全部書いてありますよね。で何をヨガとしてやったらいいのか、でエクスペリメンタル
そのとしては何をするのかとか、実際にどんなことやってるのかってみんな書いてあるから、だからそういうような情報がきちっとみんなで獲得していけるというのは、パーキンソン病なんかになってくると、もう患者さんの団体がやっぱり、うん、フォローしていくしか僕はないと、うん、お医者さんがこれ全部1800見んやって言うたってね、それは無理ですわ、うん、ただやっぱり例えばこの前もいろんな患者さんとやってますけども、やっぱり治験が数がほとんどないやっぱり病気でたくさんあるんです。でそういうのはやっぱりみんななかなか自分らは残されてしまってるっていうか、そういう気分にならざるを得ないんだけども、やっぱりパーキンソンなんかはもうこれだけね、やっぱりいろんなことが行われてる。さっき北村さんがペーシェントライクミーを見て、コエンザイム Q の話を使ってるっていうね、コエンザイム Q 今トライアルがあって、これ北村さんに言うていいのかどうか、そのコエンザイム Q は僕が知ってる限りはあまり聞かないという、順天堂大学でなんかやるね、せやけど実際には治験はネガティブに終わったというふうにみんな思ってますね。今はまだやったのかな、なんかこの間そんなこと言ってましたよ。で私はネットでそのコエンザイム Q 点調べたときに、何年か前に順天堂大学で研究したけども成果が出なかったみたいな。そうですね、それがネガティブな方になってますよね、うん、それからやっぱり本当にびっくりするようなことがやられてね、例えばパーキンソンで言うと、パーキンソンの方って、まあ、あんまり中さんも座らないけど、タバコをやめるのが難しいんですよ。でひょっとしたらということで今ニコチンを治療に使ったりとかですね、それからカフェインを治療に、いや昔からタバコ吸う人はパーキンソン少ないの僕知ってましたよ。それ聞いてちょっと吸ってる永井さんにタバコ吸わへんとか聞いたことありますけど、いや今ニコチンの治療はやっぱり今要するに今トライアル段階ですよね。だからあとコーヒーの話はカフェインもやってますから、やっぱりそういうのは結構ちゃんといろんな形でやってるんですね。私サッカーボール蹴ると足が出やすいんで言うてたね。でそれ主治医に言ったら、あそれ面白いな、他の患者にもいっぺん言ってみるわとかって言ってましたね、うん、あれどうなんやったっけ、サッカーボール蹴ると足がよく動くようになるやつ、出やすい。要はなんかもう、うん、パーキンソンの患者って線とか引いてると、これまたぐっていう行為が比較的しやすいんですね。何も目標物がないと足が前に出ないんですけど、目標物があると足が出やすい。でボールを蹴るとボールを次蹴ろうと思って、そこに意識がいって前に進むかなと思ってて、でそれを主治医の先生と、それから理学療法士の方々は両方とも関心を持ってくれてましたけど、それって どうなったの、そのサッカーボール。いやまだ言って前回ぐらいの時言っただけなんで、はい、ただやっぱりある程度比較的まあ若い人とか、うん、運動がまだできるレベルでないとなかなか試しにはできないと思うんですけど、だから僕らとして例えば協力できる話でいいよね。あれ消えましたね。まあいいですけど、これは、まあ、そっち側は出てますよね。出てない。まあ僕らとしてもですから、まあ、いろんな形で皆さんがやられるときにこういう今の状況なんかを聞いていただいたら情報を出せると。だからクリニカルトライアルとか、なんかそういうような形はまあ、手伝っていければいいかなと。それから、これは別にパスワードとかいらんですよ、誰でも見れます。誰でも見れます。クリニカルトライアルガバメント、うん、ただやっぱり内容をねやっぱ分かるときにはやっぱりどうしても医学の方から手伝ってあげた方がいいと思うけどね。
それとみんな聞きたいと思ってるのは細胞治療、遺伝子治療のほかに、iPS を使った細胞治療ですね、その進行状況は今どうなってるか、僕のフォローは全然してないけど、まあ、少なくとも前の、それこそ中井さんと北村さんも来ていただいた時で、今北村さん兄弟入院されてるんだけど、やっぱり他人から作った iPS を使ってやるということに関してはもう、高橋さんが言うてたんでは、はっきり言うと今年ぐらいから申請するはずになってるはずですよね。だから遅れることはないと彼自身は言うとったんで、で実際にはその遺伝子治療とそれから細胞治療というのがやっぱりなくなったものを補うという意味ではまあ根本治療ですよね。だからやっぱりそのさっき言ってたようなその死にくれんとかいうのは進行は止めれるけども、やっぱりそれより前に死んでしまった細胞というのは戻せないから、だからそこはやっぱりどちらかを考えていってほしい。でもし細胞治療がダメなら、遺伝子治療かな。でなんで細胞治療がいいかっていうと、少なくとも経験があるんですね。で今ヨーロッパではその、iPS ではなくて、その胎児の中脳から取ってきた細胞をパーキンソンの方に注射するっていうのをもう一度始めてるんですね。で一番最初の頃、スウェーデンで、まあ、何百例もやってですね。ではっきり言うと全体で見た時に良かったかどうかっていう話をものすごくみんなネガティブに言う人もいるんだけども、やっぱり一部の患者さんはやっぱりそれこそ車に乗って帰ったとかですね、でそういう話になるんですよね。僕の友達もやっぱり小児科医でやっぱりパーキンソンになってる人がいるんだけど、やっぱり最後まあ、開業医としてその往診をやめたんだけどね、それ医者ですからね、事故6回起こして車で行ってドーンドーン、やっぱりそうか、そういうのをだんだんと、まあ、どうやったら減らせるかっていう話はあって、でただ高橋先生のやつらかでね、やっぱりじゃあ中井さんやらその北村さんやらどんどん回っていくかっていうとね、やっぱ初めはもう少ない患者さんから始めて、で経過を見て順番にやっていくとするとやっぱもっと時間かかりますよね。だからそれはやっぱりどうしても期待はあるけれども、その過大な期待ができないという、まあ、はっきり言ったらそういう状況ですよね。だから前も中井さんらに言ったけど、今やっぱり進展でいうと遺伝子治療が少なくともフェーズ2までいってるという意味では早いですね、はい、イギリスで、ね、しかも企業がやってるんですね。だからやっぱりそこはそういうその判断をきちっとやっぱり出していくしかないですよね。だから日本の場合は国策っていう話になるともう細胞治療だけになるわけね、 iPS が国税やから。なんか昨日の、神戸新聞出てましたね、高橋正義先生 の、 網膜色素変性症の猿の話ですよね、うん、で 猿ではうまいこと言ったという、要するに他人のから作った iPS 細胞を要するに別の猿に移植したらうまいことついたという記事、ね、色素細胞でした。僕も知らない、網膜細胞ですよね、網膜細胞、網膜細胞ですよね、だと思います。だから次の段階ですよね、なんていうかな、もう、その色素変性症ではなくて、視細胞が死んでしまう、うん、やっぱりもう完全にこうどう言いますかね、目が見えなくなる病気で、それをなんとか治そうっていう話で視細胞をまあ注射する方法というのがみんないろいろ調べやろうとしてるんですね、みんなね。だけどいろんな方法ありますよね。ですからやっぱ一つだけじゃないっていうのは大事なことだと思うけどね。イギリスの遺伝子治療もフェーズ2までいってるということは、ね、ちょっと見て、ちょっと全然それは見て、一つはもう論文出てますからね。も
そんなんだいぶ患者さんの数としたらだいぶ参加 しとんですかね。これで調べたらいいんですね、これは。リクルート、これはアデノビルスですね。これ結構たくさんやってますね、今。それからこれはもうかなりセーフティーではない、だからセーフティーとかそんなもの全部終わってますよね。フェーズ1、2が、これはプロサビン、あ、これですね。これもフェーズ1、2はフェーズ1、2は終わってますね。これはもう論文になってますわ。だから次にやっぱりもうフェーズ3ぐらいに行ってるから、まあこれは効果がですね、がんみたいにしたらもう5年待ってから判断せないかんことないんですね。少なくとも1年とかいうオーダーで判断ができるから、これは数が揃えばすぐ出てくるでしょうね。プロサビンとかそういうそのもう企業化されたいろんな遺伝子治療のどう言いますかね、その効果に関してはね。これやっぱ人種でいうと治験参加するったらやっぱし欧米の人じゃないと難しいんですかね。ただね、いきなり日本人が行っても、ただね、一つだけ言うとくのは、こういう治験は自分はプラシーボになるかもしれないと。だから脳の中に針を入れるんだけども、それはもう全くダミーのウイルスを注射するということもあると思わないとダメですね。そうですね。だからやっぱりわざわざそれをその日本からその行くかどうか、で今やっぱり明らかに効果が出始めたものに関して、その例えばマイナスの人をずっとそのプラシーボのまま置いといていいのかっていう医者側の反省があるから、だから明らかに差が出た場合には途中からもうリクルートしていってみるっていうような考え方もあるので、そういうどういうかな、治験に関しては行っても注射してもらう可能性あるけども、だからこれはもうお薬として出てくるのを待ったらいいんじゃないかなと思うんですけどね。結構目白押しで遺伝子治療は並んでると思いますよね。まあそういうことで西川先生の解説によれば、もういろんなやっぱパーキンソンに関して治療法がやっぱりみんな、競争でねいろいろやってると。まあ日本でもう特に関西の方だったら iPS がやっぱし非常にこう有名なわけですけども、うん、それにとどまらずいろんな、研究がされておるということですね。中井先生のあと誰だったかな、望月さんも何か やるんとちょうどなんですか。今年に入って3本ぐらいさっきのタンパク質の物質のやつとか進行クラスル、ああそうか、シニクレンの抗体治療なんかやってですかね。シニクレンのアグリゲートを止めるお薬やな、なんかそういうのとかやっておられるのかなと思います。そうか、いろんな形でやり始めてはやるわけね。そうですね、うん、ただまあ慎重な物言いでしか言われないんで、なんかまだまだやという話でしか、そういう治験はね、国際医療治験っていうのがあって、でそのたくさん企業としても施設でやりたいんですね。ただしその国際治験としてそのちゃんと要件を満たしてる施設でないと、いい加減なことされたんではもう元も子もなくなってしまう。
だからそういうところにちゃんと日本の、施設が入れるかどうかの方が本当は難しいところがあって、で僕らがまだ現役の頃にその、日本の病院や大学もそういうところにどんどん入れるようにサポートはした覚えがありますね、うんうん、まあもし面白い話があったらいつでも連絡しますよ。はい、ありがとうございます、うん、まあ出てくるよね、こんだけやったんだからね。そうですね、うん、論文出てきますよ、ね、たくさんありますね、うん、なんかある時期加速度的にもうボン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 って話がいろいろ出てくる。遺伝子はそうですね、今遺伝子はもうすごいですね、うん、遺伝子治療はね、うん、パーキンソンだけじゃなくてね、自治医科大学の先生がやられてますよね。そうか、小沢さんね、もともと自治医科大学っていうのはその AAV って言ってその、はい、小沢さんっていうのが中心にその、遺伝子治療をやってたんですよね、はい、うん、今も東大移ったけどね。あ、そうなんですか、うん、だからまあ医療保険にしとるけどね、うん、まあ、運動方針の方にもう一回。そうですね、まあ、西川先生から最新の研究状況というのをちょっとそういうのは協力しますいくらでもね、教えていただいたわけですけども、他今日参加の皆さんから何か付け足したいこととかないでしょうか。そうですね、目先でいうと、企業にも一つ差別解消法というのが一つできて、うん、法律に基づいて合理的な判断、配慮がいるということで、この解釈幅があるんですけども、ないよりはその一語があることによって一歩前進かなという理解をしているんですけども、あとそのいろんな補助制度とかですね、このあたりで例えば先ほど の IT で実際に本当に自宅で在宅でやろうと思ったらその営業を取ってくる仕事を誰がするんだとか、うん、あるいはある程度品質を担保するのにやはりその一人だけに請負い業みたいに任せっきりだとリスクがあるので、その辺を整える仕組みが必要だと思うんですけども、そのあたりで全くおんぶに抱っこの生活保護みたいな形は考えてないんですけども、うん、なかなか NPO だけの力では届かないところだけにでも公的なところのサポートであったり支援があれば、うん、仕組みは多分考えるのはこちらも、うん、患者自身であったり民間であるというか、うん、ビジネスの感覚でやる方がリアリティがあると思うので、うん、そのあたりのご支援が、そのためにはこちらで何が問題で何がしてほしいというのをクリアにしないといけないので、そこのところは課題なんですけども、そういう形でできればいいなと。もうちょっと進んだ段階で例えば市とか県とか、はい、国とかに働きかけをやっていこういうふうな構想は、今まだポットで の半年経ったばかだけ のベンチャー企業みたいなもんなんで、今回朝日新聞に紹介いただいたり、こういう場にお招きいただいたことが一つの信用になりますので、ここからこういうものを持って、営業活動じゃないんですけども賛同いただける方を広げていきたいなと。そこ企業にはまだアプローチできてないので、企業へのアプローチも開始したいなというふうに思ってます。小島さんなんかこうソーシャルビジネスとしてこうここら辺の話でピンとくるもんあります？こうしたらええんちゃうかなみたいないやそれが あまり思いつかなくてですね、実は多分あるんだろうなとは思うんですけど、ただその難しいなと思ってるのがそのいわゆるこう言い方失礼ですけど、その従来の福祉政策にのっとった作業所の話では今回ないというのが難しくて、それにいわゆる、その実際いろんなその作業所をやっているような NPO とはまた異なるアプローチが必要でして、だそういう意味ではなんかあまり今までの中では NPO ではそれほど存在しなかったので、むしろこうニッチマーケットを攻めるようなベンチャービジネスぐらいの方が理解として正しいのかなと思ってまして、ユーさんの取り組みが、その辺でどういうアプローチがその取れるのかなと、特にそのこう共通の言い方を悪くすればその属性を持っているお客さんのマーケットが一定数あると、でそこに対してこう何を売り込めるかみたいな
いう話なのかなとちょっと今思ってて、僕たちはあまりそこはやっぱり詳しくありませんので、そこでどういう形でできるのかなっていうので、先ほどユウさんおっしゃったような、その例えば製薬会社とか、まあ、そういう企業さんが何のタッグ組めるのかなみたいなところとかも含めて、はちょっと僕たちとしてもアドバイス欲しいなと思ってるところです。一つ参考になるのが、高度法神戸には神戸市の方とか高風神戸の方が参画されて、もちろん民間 の個人の発想もあれば、コープ神戸としての取り組み姿勢であったり、神戸市もビッグデータの取り扱いなんかで積極的に必ず毎回参加しておられるんですね。ですからこの医療産業都市というテーマについても、まあ、神戸市の担当の方とは存じ上げないんですけども、なんかそういう横断的な場でそういう場が持てれば、なんか一つ次のステップに行けるポテンシャルがあるのかなというふうに思ってるんです。まあ、僕自身も、まあ、現役の時は医療産業都市にいた、ね、森田さんもそうだけども、まあ、極めて個人的な努力として僕と森田さんたちがやったというのはあるけども、今のどうなんですかね、医療産業都市の構造そのものがそこまでその患者さんのことを考える余裕ってあるの？いやー、ちょっとあんまり結構難しいと思いますね、うん、だから神戸市の方がやってる、一生懸命やってるのはその企業誘致なんですよね、防衛、うん、のね、うん、決して患者支援ではないなというのはちょっと私は思って、うん、まあ、むしろその NPO 側で市民側で独自でちょっとしばらくコツコツ頑張っていくしかないかなと、うん、とは思いますけどね。だからさっき言うとその高橋先生なんかのプロジェクトなんかはね、やっぱりものすごくビジブルなんやから、本当はそういうものが核になって、その医療産業都市が患者さんとこうコミュニケーションするための、一番のパイプになったらいいけども、そういう話にはなってないでしょ。なってないですね。ね、だからやっぱりなんかこうメディアにアピールしてそれでおしまいと。だから要するにそのお金を集めてくるそのツールになっちゃってるから、そこにね、うん、そうじゃなくてやっぱり患者さんやらがそのもっと変わるっていうような、そのどうかな、本当は気配りが必要やけどね。まあ、パーキンソンの場合、まあ、若いよね、みんなね、まだ患者さんの数が多いんでね、うん、ちょっとなんかいいことできるとすごい波及効果大きいですよね、うん、そういう意味で頑張ってもらいたいと思うし、やっぱ中間支援やってるソーシャルビジネスなんかやっとシャラクさんなんかの方がね、うん、うまいビジネスモデルを作り出されへんかなというのを思います。関係してる医療産業都市と実際あまりしてないけど、まさしくそれで何をやってるか分からんかったので、この半年間ちょこちょこいろんなセミナー回ってみたんですけど、やっぱり分からんかったっていうのが本音でして、まあ、いわゆるその製薬にしても創薬なんでもいいんですけども、そこの業界の人たちが集まってる、まあ、互助会的な感じかなっていうのを僕たちは理解してまして、どちらかというと、なのでそこにこう今お二人がおっしゃったような NPO 的なロジックを持ち込むのは非常に厳しいなというところは思いました。ただまあそれはまあ僕たちが NPO だからなので、むしろ患者会側のとして患者会側が来た時にどういうアプローチが可能性あるのかなとはちょっと思ってはいるんですが、まだそれがよくわからないという。いやね、さっき国の方もね、今まあ、スローガンとして一億総活躍みたいなことを掲げとって、高齢者も女性もまあ、リタイアした人もみんな活動したり働いたりしてやりましょう、もちろん障害のある方も含みますというふうなを施策として展開しようとしているんで、まあ、そういう中でその難病の人たちの仕事とかね、そういったことでその売り込みはしやすいかなという気がしたんですよ。まあ、それはさ、僕は一応思うけど、その自衛隊の潜水艦にね、女性の生存とか女性便所を作らないかもわけね。はっきり言うたらやっぱりそうか、その多分アメリカの LGBT、 そのレスビアンとか ああいうものを今その差別しないで受け入れるというのかで、やっぱりそのトイレの問題からもう本当に今けんけんがくがく議論してますよ。でその政府も議論してるし、医学者たちも議論してるし、だからそういうやっぱり何かを受け入れるためには、やっぱりその徹底的に必要なものをやっぱり
受ける側が揃えるという発想をやっぱり持たないと、これはやっぱりどうしようもないよね。だからお前らがちょっと考えてこいよ、だって無理やで。まあ、あの今はそのあの企業に対して創生って言うとんですけどね、法律がね、うんうん、あとやっぱしあの特にあの国中央に対してその発言力のある人と組んで、ね、あのやっていくとかね、まあ、いやあの竹中さんとかね、はい、うん、ルートも発掘せんとあかんでしょうね。まあ、半年経ってちょうどこういう機会で、うん、あの第一ステップ的なところなので、うん、第二ステップはもう少し大きな絵を描いて、まあ、そういうところもあの当たっていきたいなというふうに思ってます。まあそうね、とりあえずはアプリケーション作りですか、スマホの。まず、まあ、そういうことがや、まあ、それを別に商売になるとは思ってないんですけども、うんうん、まあ、こういうことができたり、はい、取り組みとしてできたら面白いですよ、ね、そうですね。そうすると、うん、そういうのがなんか可能性あるなっていう、うん、まさにチャレンジ等の人が集まってくれるといいなと、うん、今は水面下にこう潜ってなかなか表でそういうのがわからないっていうのがたくさんいらっしゃると思うので、まあ、そういう人に伝わって、まあ、自分も一応やってみようかという人が増えるといいなと、うん、そういう段階ですね。はい、わかりました。あの、テキストでは何か質問とか入ってませんか？特にないですね、僕も見てますけど。いろんなアドバイスはありますけどね。うん、まあ、しかし、いい Facebook も含めたいいソーシャルネットを作っていただいて、でそれを各にやっぱりもっと力を持ってもらういうことかなと思いますけどね。フェイスブック勉強してその機能を活用していきたいなという、うん、そうですね、今回改めて思いました。いやあれね結構便利で、私も自分の仕事とかいろんな市民活動、 NPO も ASJ 含めて3つぐらいやったんですけど、連絡全部あの上でやったんですよ、フェイスブックでやってるんですよ。で、あの ASJ の中の会議も実は秘密のグループがあって、はい、もうそこでやるんで、まあ、メールなんかでやっておりゃすぐ早い、パパパパパッと打ち合わせで、で小島半島のようにやってる人も、うん、メールより早いから、はい、うん、だから結構あのビジネスのツールとしては使い勝手がいいなと思ってるんですよ、はい、まあ、あのまたあの使い方のコツとか、あと、パーキンソンの方なんか、まあ、今日おっしゃってるけど電車乗ってくるのが大変やから、はい、ニコニコ動画なんかこうやってもう本当リアルタイムにこう質問入ってくるから、そうです、ね、みんなが別にこれ、要するに必要な人がちゃんと見れるような構造を作るための方法ですから、まあ、藤本さんもそう一生懸命やってあるけど、うん、このメディアはええですね。例えばスカイプでは何回かやったことがあるんですけど、スカイプの場合は知り合いしかない。そうです、ね、でやっぱりパーキンソンってそのどっかで宣伝してってそのネットでパーキンソンっていうのを見て、あこの日こんなんがあったら見ようかっていう人も見れるわけですね、はい、じゃあ我々もこれを使って情報発信できるわけですね。ええ、そうです。ですから、ここの場合は、例えばこの前そのある患者さん団体と一緒にやった時は患者さん団体の仲間で今日はこれやるから見ましょうっていう話をしておいた上に無関係の人も出てくる、はい、もっと見ようかとかいう話で、もちろん、100人200人見ることは絶対ないんですよ、ね、20人30人例えばその患者さんによったら紙の時代ですよね、1ヶ月に1回紙の月報が来て、何をしましょうこうしましょうっていう遅れてますよね。ものすごく楽ですね。そういう意味で、ね、そうね、だからやっぱりどんどんこういうメディアも患者さんが使われたら、月500円払わないかんですけどね、もうそれだけですわ。あ、うん、まあいろんなそういうことの、うん、ノウハウは分かってるんで、はい、いくらでもまた、はい、ゲットします。ありがとうございます。まあただなんかこうやっぱ新しい日地が見えてきたという感じがするよね、小島さんなんかね。まあほなプレイヤーいやこうさ一応どのやかしようかみたいな
合意だけ今日はしとったらいいんじゃん。いや俺も期待しとるし。いや、そうですね、まあ、変な言い方になりますけど、神戸にその住んでる側からすると、そのたまたまその優さんが神戸に住んでらっしゃってて、その若年性パーキンソンの患者会、多分日本初ですよね。年齢で言うとそうですね。そうですよね、はい、っていう会が、まあ、神戸にあると。で、あとは実はLGBT の家族会とかも神戸が初の団体が実はあったりしまして、うん、ああそうやね、そうやね、それもそうだって、ちゃんと神戸祭りに出てくる、ね、ありますね、はい、あそこでパレードやってますね、そういう団体が割合神戸は実はあるので、そこをこう僕たち、まあ、一市民としてもそうですし、まあ、一 NPO でもいいんですけども、それがどうこう手伝えるかっていうところはあってですね、まあ、その部分をどういう雰囲気を可視化できるかっていうのはぜひ皆さんにも考えていただきたいなというふうに僕たちは思っています。で、そのこう別にいつかパーキンソンになるから別に手伝ってほしいわけではなくて、そのこういうようないろんなその社会課題がある、あるというところに対して、どういうふうな形でみんなが手伝えるかというところはあるので、ぜひその、まあ、今でしたらその例えばアプリの話とか、まあ、例えば今回まあ英語のいろんなレポートがあってみたいなところがあるんだったら、それをこう手伝える人がぜひ来ていただきたいなとは思っています。ちょっと順番後先になったんですけど、ソーシャルビジネスの解説するの忘れてたんで。いや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 、もういいですか。要はボランティア活動とかそういうのなんじゃなくて、もうちょっとビジネスとしてちゃんと成立するようなスキームの上で、それを回すことによって何らかの社会的課題がこう自動的に解決できていくようなものをソーシャルビジネスと呼んでるんですか。ソーシャルビジネスと言っていいかどうかわからないけどね、例えばデンマークにノモノルディスクという会社があるんですね。で、糖尿病のインシュリン作ってるんですけど、これは株式会社ではないんです。で、まあ、いわゆるどうかな、その利潤を上げてはいけない会社になって、でところが武田より大きいんですね。で、じゃあそのお金はどうしてるかというと、やっぱり研究費も含めてそのどうかな、国に戻したりとかですね、その患者さん団体に寄付したりとか、そういう形で理事をやったんですね。NPO ですか。 NPO ではなくて、まあ、要するに一種の、財団みたいなもんで、なぜかというとそれは、創立者は外科医なんですけども、その創立者の奥さんが糖尿病だったんですね。でそれをなんとか治すためにその、インシュリンをその抽出しようということを一生懸命やって、そこから始まっているので、その儲けをやる会社にはならないということを決めたんです最初は。でそれをずっと今続けてるだからやっぱりそのいくらでもソーシャルビジネスというのは、まあ、どういう形態かどうかは別としていろんなことがあり得ると。でそれは雇用を守るということもあるし、それから要するに自分のところからお金を他のところに回せる、要するに患者さんのところにも、企業の利益として回せるわけですから、うん、だからそういうようなことがそのあるんやっていう可能性をこれから考えたらいい。でなんかね、今日本って僕思うんだけども、若いお医者さんたちでなんかちょっとバリバリやろうと、あるいは高橋先生らも含めて、じゃあそれをどうしたらその外に還元できるかというと、すぐにねベンチャー企業で株式会社って言うように、お前らもうそうバカちゃうかどうか思うんやけど、やっぱもっともっと違う形態があって、でもうなんかもう株式会社しかあらへんっていうのは20世紀の話やで、とでやっぱりその寄付やとかそういうなものも含めたその新しい会社組織っていうのをこれからは考えていかないかっていうのを、やっぱり本当はバカにしてるから考えてほしいね。そうですね、いや僕もそのこういつもようでっかい話で言うんですけど、の22世紀の社会体制って考えると、今から考えたらのちゃういう話で、21世紀でいいですよ、22世紀、ね、いや22世紀なんか思うからどうでもいいもんそうおれへんけどおらへんがほなとりあえず取り留めないですが、はいはいはい、だいたい時間となりますので、他に中井さんに言ってもらう、他なんか意見とかおっしゃりたい、まあ、ほんなまた引き続きこんな回持ってやりましょうか、うん、まあ、いい話があったらすぐまた連絡しますよ、はいはい、ありがとうございます。今日皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。